ディフェンスはディフェンスだけやってればいいとか、真ん中の人は攻めてればいいとかじゃなくて、やっぱ全員で守って全員で攻めるみたいなのが定義なので、そこらあたりがゲームの中で、子供たちが自分たちで距離感をつかんでいくと思うので、そういうのはちょっとやっていこうかなと思いました。で、今実際平岡コーチがやられてるメニューとかも、すごい細かいんで、そういうところを、フォローというか、バラバラさんの言ってたように、止めて、こうやった方がいいよとか、そういうちょっとワンポイントみたいなのを入れていけたらいいなとは思います。まあ、これからはなんで、いろいろちょっと僕も考えて、いろいろなんかこう書いて渡せればいいなと思っております。ありがとうございます。ね、はい。これからもよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。じゃあ、次。画面の順番的に後期なんだよね。後期いける？はい、大丈夫です。じゃあ、何かあれば。これ淳コーチにも前言ったんですけど、後期こっちです。ちょっと聞いている部分もあるから、いいよ。話しはい、ても。結構最近よく見られるのが、片付けの部分だったり、最初の準備っていうところで、その5年生の、片付けをとか準備をしてない子に、準備しろよとか、そういう下の学年の子たちが、注意してるのを聞いたりすると、やっぱり全員で片付けしようよって思うし、やっぱチームプレーで、その片付けとか準備とかって、サッカーには関係しないけど、やっぱりそういうところも含めてやっていかないと、やっぱ勝てないなっていうのは、現役の時にやっぱ思ったので、そういうサッカーに関わらず、そういう、最初の部分だったり、挨拶もそうですけど、そういうのもちょっと、言っていかないといけないなっていうのもあるのと、あと一個、ちょっとさっき、試合をするとかしないとか、練習の中でのゲームとか、意見があったんですけど、保護者的にはそういう試合っていうのより細かく指導してほしいみたいな、だと思うんですけど、俺、その体験談からちょっと話するんですけど、俺、小学校の時に練習時間が2時間あって、その8割、9割、ボールコントロールの練習をしてたんですよ。で、俺が小学校の時は、ほぼゲームをしないっていう練習スタイルでやってたんですけど、その時に思ってたのは、サッカーつまんねえなって思ってたんですよ。学校の時。正直に言うと。で、他のチームの話、友達の話を聞くと、俺らは練習の最後ら辺にゲームやって、練習終わるんだ、みたいな話を聞いてて、その時に、俺も練習の時にゲームやりたいよなとか、リフティングばっか、ボールコントロールばっかやってんのつまんねえなって思ってたんですよ。小学校の時。で、今のエスプロの子たちの気持ちを考えると、なんて言うんだろう、ゲームを少しはやらせた方が、楽しんでできるんじゃないかって思うし、もちろんゲーム行くまでの練習過程っていうのは大事ですけど、やっぱ一番はやっぱ楽しんでもらいたいし、サッカーを。俺が小学校の時に思ってたゲームやりてえなとか、って思う気持ちはやっぱ今の子たちにもあると思うんで、はい、っていう感じですかね。ありはがい、以上です。はい。とう。いいっす。こうきこちがいたチームは、はい、そうです。ずーっとね、テクニックやってる。川口ですか？川口。もう今多分ないと思う。チーム。だから、そうなんですテよ。クニックめちゃくちゃつくから、保護者としては、超上達してる感じがする。そうなんですよ。保護者からすると、すごい細かく教えてて、いいグループとか思われがちですけど、
その、小学校の時の、俺含めた友達とかみんなの意見とかをその聞いてると、やっぱ試合やりてえな、みたいな。つまんねえなって思うんですよ、やっぱり。はい。そうだよね。はい。だからやっぱりこうね、さっきの話を持ってるのね、その、どっちのテクニックと、あと試合、両方やってる。で、あともう一つ、その片付けの話の。で、片付けの話は、こう、コーチが、はい、言ってるように、自分も必須だと思う。で、片付けやってないやつ、はい、試合でサボるやつ。大体。はい。あれはやっぱりこう、講師たちも一緒にこう行ったりとか、あとはこう、一緒にね、こう、子供たちとボールと遊んでるコーチにたまにこう見かける。そういうのは講師たち自身が、やっぱりこう、言わないと。片付けをもう必ずやらすっていう、はい、これはもうチームマネジメントで、その、チームマネジメントになっちゃうかもしれないけど、一人の方向性がね、ベクトルが違う方向を見ちゃうと、チームとして成り立たない。だから、もう、うちのクラブは片付けを全部やる。もう、一年生が、こう、遊んだら一年生に、できる仕事を、コーチに与えればいい。それを、こう、どんどんね。はい。すごいいいところを、こう、着眼してると思います。じゃあ、ちょっと答えがあって。時間をどれだけ、ね。取るかっていうのは、試合は絶対必要だって、練習だったと。だからね、取る。だそういう、今の話だと、コーチがどういう話をしてるかね。うん、ゲームをやらないね。そうね。まあ、そういう、まあ、スクールもあるとは思うけど、まあ、いろんなスクールあるから。でも、そこはやっぱ最後、ゲームは必ずやった方がいいと思う、ね。そう。今日習ったことやっぱね、トライさせて、やらせなきゃいけない。サッカー。うまくなったりやってるので、試合してないことには、片付けに関しても、大阪から言われても、うちの子はなんで片付けてるのに、あの子は片付けてない。なんでコーチはそこに関して何も言わないのって言われた。方針結構見てる、片付けに関して。なんでコーチがこう思ってることは多分正解だと思う。超見てる。はい。なので、プロの方はね、大事なことですと。ありがとうございます。はい。はい、次、画面的にネオコーチが次なんで。はい。お願いします。久々に帰ってきて。はい。聞こえてますか？はい。ありがとうございます。はい。こんにちは、下です。自分は、まだエスプロにコーチとして入って、まあ、日が浅くて金曜日1回しかまだ参加してないんですけど、でその練習態度とかそういうことに関してはまだ自分が言うことはないと思うんです。でも一個思ったのは、すごいと思ったのは、普段やっぱ小学生なんでふざけることも多いと思うんですけど、やっぱ練習の中ではしっかり集中してやってるっていうのは一個すごいと思いました。ゲームに関しては、まあ、やっぱりその楽しみっていうのもあるし、やっぱその日の練習をやっぱとっさに出すためには、実践するにはやっぱりゲームっていうのは必要だと思っていて、そうですね。やっぱ、うまくなるためには、やっぱ、ある程度持続力っていうのはつけなくちゃいけなくて、やっぱそのためにはサッカーを楽しむっていうのが大事だと思っていて、で、ゲーム、ちょっと待ってください。大丈夫だよ。ちょっと待ってください。大丈夫、ブランクに話してる。気にしないで。クワさんなんか緊張するの。いいよ、別に。あ、飾らなくていいよ。すいません、行きます。
その、ただ長くゲームをする、ただ勝ちたいからゲームをするっていうのは、あまり効果が薄いと思っていて、で、例えば、そのゲームをする前に、今日の練習内容を一回全員で確認してあげて、自分が何をするべきなのかっていうのを確認するのは、ちょっといいと思います。そのくらいです。以上です。ありがとう。まあ、育成年代なんでね。それを忘れちゃいけないっていう、根本的に、サッカーの、その人口の裾野を広げるっていうのが、まあ、グラスルーツというか、大きなところでもあるので、もう、楽しめなくなったら、中学でやめちゃうとか、そういうのは全然あると思うんで、それはもったいないし、それは、育成年代としての最大の仕事をやらずに卒業させたってことだと思うんで、まあできればね、続けてほしい。別に他のことに興味持つことが悪いわけじゃなくて、せっかく6年間やったんだから、ね、楽しんで卒業してほしいし、で、その後もできれば関わってほしい、3回。で、それを通じて成長してほしいっていうのが、おそらくどのね、育成年代でも必要なことだと思うんで、それはベースですよね。だから、まあ、楽しめない練習とかは、うん、無意味かな。それは継続できないし、どうせ。だから、まあ、保護者の目線もありつつ、子供が、まあ、結局、楽しんでやってれば、6年間、何年間でも続けれると思うので、そこは絶対忘れないでほしい。それを、まあ、コーチングでも続けてほしいですね。ちょっと、かなたコーチ、いけます？最後。はい。お願いします。ちなみに、ちょっと、どんな内容を、話せばいいんでしたっけ？ね。はい。今、その、現場で、まあ、選手の態度とかも含めて、はい、こういうところ、なんか、ちょっと良くないなとか。例えば今、コーキコーチが言ってみたいに、片付けしてない選手がいるとか、はいはいはい、あったりすれば教えてほしいし、なんかね、ネオコーチみたいに、なんか練習中はすごい集中力あって話聞いてましたとか、まあそういうな、別にポジティブな話でもいいから、何か一つ練習を普段見てて、自分が困ってることでもいいし、チームとしてちょっとここをやめた方がいいんじゃないっていうことがあれば、本当何でもいいよ。何でもいいから、まあ難しく考えずに、意見言ってほしいかなっていう。わかりました。ありがとうございます。一つ思うのが、これは普通にポジティブなことで、で、多分、なんか他のクラブではあんまり見ないのかもしれないんですけど、なんか見ないイメージがあるだけなのかもしれないんですけど、なんかエスペロの講師たちって、なんかみんなこう、やっぱ子供たちに、なんて言うんだろう、フレンドリー、に接してるところがすごい僕の中でいいなって思ってて、なんか他のクラブ、まあ僕エスペロの前にクラブ入ったんですけど、そこではなんかめっちゃコーチが厳しくてみたいな感じで、で、なかなかこう馴染めなかったというか、まあもうサッカー行くのが嫌になっちゃった時もあったんですけど、ってのもあって、だからエスペロはなんかこう、やっぱりみんなこう、コーチが、みんなに対してフレンドリーなのが、僕は一番いいことだと思ってて。だからそれも、今後も、まあ多分やめることはないと思うんですけど、まあ続けていけたらもっともっといいチームになると思いますし、あとはさっき、コーキが言ってたこととか、ヌヨが言ってたこともそうなんですけど、まあそれ含め全部、いいかなと。ちょっと、大雑把になっちゃったんですけど。あ、いえいえ、全然。ありがとう。そう。フレンドリー。まあ別にね、その、すごい慣れ慣れしくとか、へりくだる必要ないし、一応大人と子供、コーチと選手っていう立場だから、ある程度メリハリがあれば、まあそこは難しいと思うんですけど、まあ、選手に対する態度ですね。もう、すべて命令口調ではなくて、必要な時に必要な指示を、ね。必要な時に必要に叱る。それは怒るじゃなくて、しつけができれば。でね、それ以外は、ほんと友達と話す
感じでも別に何も問題ないから。別に、それで、そのチームとしての練習に問題が、支障が出るレベルで舐め腐るようなら、それはそれで問題です。まあ、ある程度のレベルが保てれば、うん、楽しんでフレンドリーにできるのはいいかなと思うので。本当にオンとオフがしっかり切り替わっているので、もうそれが切り替わってないなって感じにコーチは見ていていないかなと。で、子供もうちそこをしっかり理解しているというのが現状だと思うので、接し方としてはかなりいい接し方ができているかなと思います。今普段練習じゃないところで話すことでその子に気づくことがまた結構あったりするのも事実だと思うので、まあ、引き続きこういう形で選手としていってくれると、いろんな情報が引き出せていいんじゃないかなっていうのは。あちこちが言った通り、その練習中の態度とっていうところが混在しないところで気をつけながら、引き続き仲良くしていただければいいのかなと思います。ということで、まあ、とりあえず今、ね、参加していただいているコーチたちの意見はある程度出たかなと思います。まあ、今もうね、メモを取ってもらってるので、まあ、これを含めて、また来月なりに開催できたときには、これが、まあ、ある程度改善されててっていう状況にできればなと思います。ありがとうございました、皆さん。ということで。ありがとうございました。まあ、本当に今からやるのはもうざっくりどん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 進めていこうと思うので、まあ気になるところがあればもう遠慮なく、ちょっと待ってください、そこでストップって感じで求めていただければ。もうこれなぞるだけなので。で、芦澤コーチと佐々木コーチに関しては、まだこれを紙でお配りできてないので、また次回、自分がお会いした際にお渡しできればと思います。なので、まあ今日は一旦全部バーってページ進めていきますけど、まあ気になった箇所とかあれば、まあ赤線でも引いてあるので、紙では。まあそこを注意しながら、ある程度頭に入れていただいて。別に全部覚える必要はないですけど。ということで、進めていきます。まあ、クラブ生の心構えは、まあ、今言った通り、挨拶とか、そういうところをですね。まあ、指導方法。これはもう多く情報を伝えすぎないようにする。なるべく簡潔に、まあ、70分しかないですし、育成クラスに関しては。選手クラスも90分しかないので、1回の練習でこれだけは覚えて帰ってほしいっていうのをちゃんと伝えてあげる。で、その中でも問いかけ。選手が考えて答えるっていう。その答えを提示して答えを聞くんじゃなくて、なんかちょっと考えないと難しそうな質問とか、なんか、アイデアを引き出すような質問、声掛けができればいいかな。全部答えを教えてあげるんじゃなくて、ヒントを与えて子供が答え出すみたいな。その方がいいかな。で、これはさっきクワールさんもおっしゃってた長い説明は、まあなるべく、もう時間短いですし、そこは、コーチは、子供はプレイしたいので、もう本当そこは絶対。プレイ時間の確保は絶対。で、練習メニューを作るときにも、why, なんで、なんのために、まあ、どこで、誰が、いつ、どうやって、この練習、この、今、練習で身につけたことを試合で使うのかっていうのを、コーチは絶対理解してないといけない。で、子供がそれを質問してきた時とかに、絶対答えれるようにしといてよっていう話ですね。まあ、フェアであってほしいし、コーチは。まあ、すべての選手に対して、何か特別ひいきするとかじゃなく、もう、例えばすごい下手な子、極端な言うと、めちゃくちゃ下手な子がすごいいいプレーをたまたましたと。で、それ、お前たまたまじゃんって言うんじゃなくて、そのいいプレーがあったらいいプレーは絶対褒める。その子がいつも、すごいよくミスする子であっても、いいプレーをしたら、ね、普段いいプレーをしてる子たちがずっといいプレーをするのを褒めるのももちろんそうですけど、いい、普段ミスしてる子も、いいプレイしたら褒めてやる。もう、子供に指示出すんじゃなくて。今のこの7番ね。はい。プレイヤーの正面に立ち、静止するまで離さない。これ、ボールで遊んだり、なんかこう、靴紐も積んだりなんかしてる、結構いるんだよね。練習中もそうだし、前後の挨拶の時もそう。これちょっと、しっかりさせた方がいいかな。あと、かがむっていうのは、これ、まあ、かがんでっていうか、座って話す時のことね、これ。かがむっていうのね、はい。うん。まあ、
そうですね。常にかがまなくてもいい。まあもう本当集めて話聞くときとか、もしくは集めなくてもね、プレイ中に止めるときもすべて話聞けるって言って、もう全員が、その、まあ何でも言葉はいいけど、その言葉をコーチが言ったときに、何かを、他のこと、動作をしてるやつがいないようにする。まあ、顔をこう見させるぐらいの、ね、今じゃないね。足元でボール転がしてるやつが多い。いやいや、うん、あのままコーチたちも喋っちゃう。喋っちゃうだろ、ね、そうそう。準備ができるので、はい、また話を聞く態度っていうの、姿勢を一回作らせてから喋る。損するのは本人たちなので、はい。ここに対して。片付けと一緒で、この、ちょっと大事なこと、うん、大事なことです、うん。話を聞く環境を作らせる、まず。で、それから話す。ボールに触らしちゃってもいいかも。うん、まあ。そういうの考えてほしいんですか。そうです。ボール触っちゃダメとかない。なあなあにしないで、はっきりさせてほしいってことです。メリハリがあれば、何も問題ない。ということです。まあ、一貫性、まあ、これはまあね、ジュニアユースとかも関わってくるので、まあ、ある程度。ジュニアの指導。そうですね。まあ、判断力っていうのは難しいですよね。だから、中学、高校だ、大人になってから身につければいいってもんでもないから。まあ、技術力っていうところのゴールデンエイジなので、神経系の発達もすごいので、5、6年生ももちろん技術的な練習はもちろんしなきゃいけない。ただ、それが本当にもう何も判断なしの練習っていうよりかは、何か一つ工夫があった方がいいのかな。何か見た中で2個選択肢があって、どっちかを選んだら失敗するっていう状況があれば、なおさらいいかな。判断とか認知とかっていうのを工夫してやってほしい。っていうことです。これ、育成目標ですね、学年別のは。まあ、これはホームページも載ってますけど、まあある程度目を通していただいて、これに沿って練習メニューを作ってほしいっていうか、これを1年間かけてできるようにしてほしい。おそらくできるはず。1年間あれば。すごい大きなことをその要求してるわけではないので、これに沿ってなるべく指導してほしい。で、別に月ごとに変えてもいいですし、この月はこれやるけど。でも、一年間を通しては、これはできるようになってほしいですよっていうのが書いてあるので、まあ、これもね、変更点とか改善点あれば、また教えていただければ。で、難しいのが、おそらく幼児から低学年。まあ、ここはもう楽しんでほしい。それを、ある程度ね、楽しませれることができるなら、集中力もね、ある程度続くと思いますし、楽しい練習メニューなら、やれると思うので、それを楽しませることを優先しながら、必要な技術を見つける。難しいですからね。これがすごい難しい。ここができるようになれば、おそらくどの学年もできるはず。だから、多分、皆さん、コーチ、若手のコーチとかは、最初、高学年とか見たいと思うんですよ。うまいし、やれるし、で、ね、おそらく自分の言ったことをすぐに理解してやってくれるから。ただ、まあ、自分のおすすめで言うと、これがで、ここの幼児低学年の学年見れないのに、何言ってんだって話ではあります。まあ、極端な話ですけど、うん、ここができれば、おそらくどの学年でもできます。話聞かないですし。もう本当、初歩の初歩から教えなきゃいけない。まあ、これは練習メニューの例なので、全然、ね、いつでも目を通して。中学年。まあ、パスとかも出てきますね。本当、幼児ではないから。ね、それになった時に、それは有効だから使うんだよっていうことを教えてほしい。あれ、音声消えてる？いや、消えてないです、僕は。聞こえない。聞こえてます？あれ、聞こえますよ。聞こえてます。あ、じゃあ、佐々木コーチ。まあ、録画もしてるので。ちょっと、すいませんが、進めます。申し訳ないです。録画してるので、後でまた共有させていただきます。必要なところをかいつまんで見ていただけるだけでも全然構わないので。ということで。まあ、結局なぞってるだけだから、まあ、全然大丈夫です。まあ、練習メニューの例はこんな感じですよ。と
高学年は、まあ、グループ戦術も増えてくると思うので、まあそこ、1対1だけじゃなくて、3対3ぐらいまではおそらくできるはず。なので、まあその中での判断、認知、判断、実行のところにちゃんとフォーカスして、まあ中学行っても活躍できる選手を作ってほしい。それは育成クラスであって、別に。そこは変えず、まあ、やってほしいかな。これレベル2、FA レベル2っていうコーチングコースの、まあ、練習内容のところのキーファクターではあります。ただ、まあ、目を通していただければ別に、特別なこと書いてない。本当当たり前のことです。で、これは一番大事。で、プロなので、もうお金もらってる以上、こっちが怪我させることがないよ。もちろんボコボコの地面とかあります。実りもそうです。ただ、なるべくそこで常にプレーするってことがないように。怪我はしますし、当然するんですけど、防げるところは絶対防げると。滑る地面が一箇所しかないのに、そこでわざわざ練習するな。他の滑らない地面で やってほしい。そんな感じです。本当怪我とか、熱中症とか、本当こまめに水取ってほしいし、熱中症もしなったとしても、首、脇、冷やして、リンパのところ、冷やして、対処してほしい。これ、自分、ちょっと、打算するんですけど、必要だと思うんですよ。研修というか、研修。まあ、熱中症とか、本当に簡単な怪我の処置は、おそらく研修必要だと思うので、これやりたいなっていうのは、自分思ってます。夏前に、ね、もう暑くなるから、すぐ、これはやりたいなと思う。どうですか？やった方がいい。これが多分大事。もう本当、これで救急車運ばれて、うちのクラブ全然ダメだった対応がっていうのは、本当もうシャレにならないので、そこは必要です。うん、まあこれ、さっき言ったみたいな感じです。まあ、なるべくね、声かけで何か変えるのも必要ですけど、練習メニューの設定の段階である程度決めれるよっていうミス、起こるミスはね、自分たちが本当にもう考えて考えて練習メニュー作ってほしい。で、まあ、目的を失ってはいけない。ゴールであると、あくまで。そこから外れないように。で、それに必要、ゴールを取るために必要だから、こういう練習メニューしてるんだよって感じです。以上ですね。ですね。ちょっとね、時間がないので、選手の、選手の態度のところ、共有できてますか？クラブ内ルール。まだちょっと画面暗いですかね。来ました？はい、これは、ほんとペラ1枚で渡しちゃった、もうほんと簡易的なものです。挨拶。ここは、まあ、さっきもありましたけどね。まあ、さっき渡辺さんからもお話しあったように、クラブとしての財産というか、もう、常にもう、このクラブはこうですよ、こういうことは絶対守らせますよ、っていうのは、必要かなっていうので作りました。挨拶は、強制はね、なるべくおかしな話かなと思うんですよ。必要だからやることなんで、挨拶って。気持ちいいし、相手にとって。失礼だし。っていうのが、大切さを伝えて、お前やれよ、じゃなくて、もう本当挨拶しない子に対しては、こんにちは、こんにちは、こんにちはって言い続けるぐらい、コーチが、なんでそれが必要なのかっていうのを伝えたり、まあ、うん、やってあげるっていう、細かく教えてあげる。言葉遣いもそうですよね。チームメイトにネガティブな言葉をかけ続けるんじゃなくて、自分も言われて、嫌なことは絶対人には言わない。これはもう当たり前。で、これが見つけられたらもう、出していいと思うんです。練習試合から。もう、参加させないでいいんで。で、これ、次もそうですよね。用意、片付け。自分たちの作る、使うものなので、自分たちで用意、片付け当たり前。で、それは、コーチも手伝う。これは自分のモットーですけど、自分の姿勢を見せることで、子供もついてくると思ってるので、基本的に。コーチは、見本だと思ってるので、見られてるっていう意識のもと、もちろん子供たちに注意を促す。プラス、自分も片付けに参加する。自分も使うんで、もちろん。なんで、まあ、一緒にやれたらいい。
で、それの割合が子供の方が多い方が望ましい。自分たちで使ったもの。で、これもやらない選手はもう出していいと思います。練習参加させないでいいし、試合も出させてなくていいと。ね。これが大事なんだよってことがそれで理解できる。まあ、移動の面は今のところは別にないかなと思います。うん、ただ、なるべく今後、機会として増やしてあげたいなと思うだけです。中学生に行った時に、本当に、ね、何も自転車で道調べたことないやつとかは、本当もうやばいと思うんで、中学に行った時に大変だと思うんで、自分で道を調べたり、会場のところ調べたりして、ちょっとやってみるっていうのは、保護者の協力も必要ですけど、チームとしてね、手伝ってあげればいいかなと思います。っていうところです。クラブ内ルールは、追加もあれば変更点もあると思うので、その都度、また来月もあるので、ね、ミーティングやる予定なので、そこで共有できればなと思います。ちょっと早足になりましたが、以上で、議題はすべて、とりあえずクリアしました。はい、今回のね、やるべき、話すべきこと。で、まあ、最初にあった通り、ステップアップマッチでのクラス分けと指導研修のところを話したいなと。残りもう3分切ってるんですけど、今考えている指導研修は、まあ通常の練習を使って、コーチが、一人のコーチがおおよそ20分ぐらい受け持つ練習メニューの時間を。で、そのコーチが練習してるところを、他のコーチが見て、良かったところと悪かったところを練習後に伝えてあげるっていう感じが、まあおそらく他の日を設定せずにできるベストな形。で、まあもしできるのであれば何かね、日時を決めて、その時にコーチと数人の選手を集めて、一気にできるっていうのもその方がいいかな。なんで、まあそこは案があればぜひ出していただきたい。例えば、皆さん、土日とか何かの曜日で、こういう日時指定した、されて、もしコーチングの指導研修の日だけをやりますよって言われたら、参加できそうですか？その、時間を作れそうですか？皆さん。でもらう？僕はできます。はい、大丈夫です。できます。選手クラスの練習という形で取れば、多分子供の参加は問題ないかな。で、会場は多分変わるので、はい、取れるのかなというところなので、スタジオを分かる場合ですけど、まあ、であれば、もう一堂に会して。コーチも若いから結構みんな動けるから、一緒に。そうですね。一堂に会してやれれば。補填してあげればいい。うん、そうですね。じゃあ。だから監督とコーチの立場で指導する人、はい、そうです。あとはみんな、選手と人ですね。多分2回ぐらい設定が必要だと思う。強化の選手は何人か。じゃあちょっと、それの感じで、おそらく行われると思うので、皆さん、よろしくお願いします。ちょっと見つめます。ちょっと、あれね、必ず出てもらうと思う。その活動がある方とかがまたいらっしゃったりするところがあるので、ね、若干フレキシブルの部分が、ちょっと終わっちゃいます。時間的に。もう一回延長します。もう一回延長しますね。はい、ちょっとあと十数分ください。ください。もう時間ありますか皆さん。はい、大丈夫です。あとじゃあ一回、ステップアップマッチっていうので、選手育成クラスか。木曜日、火曜木曜の育成クラスの、練習を何グループか3か2に分けようと思います。で、そのクラス分け、レベル分けを、紅白戦でそのステップアップマッチっていう名前でやりますっていう。で、その評価をしなきゃいけないので、皆さん、もう火曜、木曜への練習に参加する方は自分に Gmail アドレスを送ってほしいと。まだ朝日コーチしか送られてないので、そこは送ってほしいと。まあまた言いますけどね。個人宛にもまた LINE 連絡入れますけど、まあお願いします。で、
スプレッドシートで評価ができなさそうな方には、紙で渡しますので、当日、紙で丸×の評価で、お願いします。まあ、どんな感じで開催するかは、現場のコーチを、発生コーチからお話しいただければと思います。はい、まあ、今回で対象になるのが、コーチとかは来ていないと思うので、同数、佐々木コーチと、金子コーチが火曜日。で、木曜日が、僕と、桑さんと金子コーチと、現状森田コーチになってきますので、多分今聞いている方は、どういうことが行われているかということを理解するというところで、想像もあるのかなと思うんですが、まあ、目的としては、さっきあった、温度感みたいなところを統一していきたいということを、やっぱりやれる子やれない子を学年で縛り付けていくことによってできる練習と指摘するポイントが変わっちゃうよねっていうところもあるので、まあ、全体の底上げを図りたいということでレベルを上げてます。小学生で開催している中で、評価項目というところを5つ用意していて、そしたら学年別目標のところとちょっと多分皆さん疑問を感じるところが出てきちゃうかなと思っているのが素直に僕も聞いていて、クリアにしなきゃなと思っているのが、学年別目標が存在している中で学年で分けなくなるので、この学年別目標に対してどう子供にアプローチするかっていうのは別問題で考えなきゃいけないと思うんですが、まずはその学年別目標に対しての到達度というところが評価基準の一つ。あとは、止める蹴るっていうところの正確性とチャレンジする回数という部分。あとはゲームに対してどれだけ関わっていけているかっていう積極性。これはなので、プレイの技術というよりは、メンタリティみたいなことですね。あとはコーチがこう驚くような、意外性のあるプレイというか、まあその子の特技みたいなのが見えるような瞬間があるかどうかっていうところが評価になっています。バブって見てくれてます。止める蹴ると、見ること。あ、見ることだ。と、止める蹴る見る3つ目がなんだっけ積極性プレーの試合に対しての積極性とスーパープレー何か一つ身体的な特徴でもいいから何か一つ目に留まるようなプレーと学年別そうだあいいよいいよ全然抜けてもらってあすいません失礼しますごめんなさい、はい、お疲れありがとうね長い間はい、はい、失礼しますそうですね。学年別目標の5つです。で、これに対して、丸ないし、×というところで評価をしていって、コーチの、合算で、まあ、半分、2つであれば、まあ、半分で分ける形になります。まあ、3グループであれば、その丸の数で分けていくという形で行っていきます。で、これは2ヶ月に1回、定期的に開催をしていくことで、入れ替わりは全然起こり得るという形なので、じゃあ下に行ってしまったからずっとダメなのかとか、で上だからもずっとやれるわけではなくて、その中でやっぱ成長しようという意欲を見せ続けないと、まあどんどん入れ替わっていくよというところなので、まあコーチとしては、うまい子だけを引き上げるんじゃないよということを理解してもらって、クラブ全体がうまくなるためにやっているんだよということに、まあ保護者とかが特に疑問に感じることが、あり得るなと思っているので、まあこれは選手クラスの時に話すこともまたあると思うので、お母さん方とかと。そういう形でやっているんだよっていうところをしっかり理解してもらえれば、いいかなと思っております。ここまで、疑問とか、まあ、こうした方がいいんじゃないかとか、セットアップマッチに対してありますか皆さん。あなたと寝ようかな。木曜、火曜日と木曜日って言ったじゃないですか、その、まあ、クラス分け。あれって、新吾東にも適用されるんですかね。いや新語東に関しては、人数がどうしても分けようがないっていうところと、まあ、これは幸いなことに、みんな選手クラスである程度のレベルが担保されているっていう部分がありますので、基本的に、はい、カナダが見てもらっている新語東は変わらず。あ、わかりました。一つのグループで、はい、指導してもらうという形になります。はい、了解です。この二人はあんまり実際見ることがあんまり実際やることではないから、まあ難しいかもしれないですけど。
その上で、まあ、実施することを想定したときに、まず最初のタイミングの紅白戦をどうカテゴリーを分けるかっていうところが一つあるかなと思っておりますよね。今、自分のスプレッドシート内では、最初は学年で分けています。6、5の、何人かと、3、4の何人か、3、4年の何人か。で、幼児1、2の何人かっていうグループ分けで、とりあえず最初。それで、得点が高い3、4年生は、5、6年の得点の高い人たちと一緒に練習するようになるし、5、6年で点数をそんなに取れなかった子たちは、まあ、下手したら幼児1年の一緒に練習する。まあ、それはないとは思いますけど。難しい。最初だけ学年でいいのかなっていうふうに思ってます。それがないと結局不平等かな。最初からね、うん、こいつできるからこのグループと一緒に紅白戦やらせるってなったら、もうその時点でコーチたちが、主観が入ってもう、入ってると思うので、はい。そこは、公平性を期すためにも、学年で最初はやった方がいいかなと。渡辺さん、最後にお話、何か。はい。まあ、一番今日の話の中で自分的には一番大事だったのが、もうクラブ内ルールについて。会社も経営するときでも、その、コーポレートカルチャースタンダードって、CCS って言うんですけど、文化をね、しっかりこう作っていきたいんだと思います。これはもう本当にこう、ま、継続してやっていくしかないと思うんですよ。なんで、さっき言ったその挨拶。これはコーチがやるんです。コーチがやらなかったら、もうそのコーチの評価下げる。そういうところまでやってみて、それが大事なんです。あとは、荷物を片付けます。それに関しても、そこに関しても、徹底してやっていく。もうこれは文化だ。で、ちょっと、クラブの話なんだけど、この前、会場で会って、うん、で、年下の4年生ぐらいに、横に、お前名前なんて言うんだ。もう、ね、1年近く経ってた。お前なんて言うんだ。もう一回言ってみよう。そういうなことが、これが文化言ったときに、そういう文化がある。これは最初ね、どっから始まったのか知らない。大人から始まった。多分大人から高学年に移って、その高学年から低学年に移って、もうこれ多分消えないんだよ。こんなカルチャー作っちゃう。なんで、こう、しっかりした言葉遣いもするし、みなりもするし。文化を大事にしていってほしいっていう。で、桑さんもね、散々こう、みんなって言ってるけど、本当そう。みんなに大事。あとは言葉遣い。コーチだから許されるってない。だからその言葉遣いも、どういう言葉ですか？その単語がそれで合ってるっていうのも、自分じゃ気づかないかもしれない。それはコーチたちが気づいてないから言え。あと子供たちに関して、比較しないでほしい。比較でね、生み出すもんね。だから、比較しない。それはもう、ね、比較になるとテンション落ちる。もうこれはもう 100%。だから、比較しないで、どんどんいいところを褒めていってほしい。なんか。で、こうたちね、やっぱこう、あと、その、子供たちに嫌われるとか、厳しく言うと嫌われるとか、嫌われることをする。あと辞めることをする。恐れる。あると思うんだけど、その嫌われることを恐れないのし、どんどん詰まってくるのし、ダメなのは、カルチャーに言ったの。カルチャーが外れてるのはダメなの。そこに関しては話を聞かないとか、そみなりもダメだとか、そこに関してはもう全然嫌われることもあって、まあ、嫌われる勇気も強くないので、新しい、11月ぐらい、新しい風が吹いてきて、文化を作ってほしいと思います。どうぞ、いや、まあ、こういうね、話は、すごく大事だと思うんで、まあ、できれば皆さん今日、ね、リモートでやってて、一度に。そうかわいそうだね。
あとは、まあ、仕事、あの、例の実践であれを、はい。はい、仕切っちゃった。やっぱ、レベルアップしないと、え、うん、子供にばっかりだと、やっぱ指導者レベルアップしないと、子供レベルアップしないんじゃないか。でね、冒頭言ったように、やっぱ勉強でしたよね。うん、まあ、動画さんもしっかり、ちょっと、勉強されてるから。いや、自分は大した。クラスになって光栄です。そうそう。ね。いいと思うんですよ。まあそうですね。今回お話ししたクラブ内ルールは、コーチが見本となって、まずやってほしいというのもありますし、指導研修のところであったりとか、コーチ一人一人の技術レベル、知識のレベルアップと、あと態度、能面の改善。は、今後も継続で、もう常にアップデートしてほしいですし、まあ、必要かなと思いますので、今後もよろしくお願いします。で、来月も行い。もうこれはもう定期的にやるのも文化にしてほしいと。ミーティングが。まあ、来月どうなってる、情勢がどうなってるかわかんないですけど、集まれるなら集まってやりたいし、無理ならこういう形でもいいので、話し合いは絶対必要だと。ので共有の部分も含めて、だからまあできれば参加していただきたい思います。はい。はい。どうですか。言い漏れある方いらっしゃいますか。大丈夫ねおくん。大丈夫です。ということでじゃあもうはい。長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい。